皆さんこんにちは、ジェイソウルゴブルダーヒロイだ。はい、今回はタイトルの通りなんですけど、僕が YouTube 活動をして5年経ちました。はい、ということで私ヒロゲ YouTube 活動をして5年経ちました。ここまで来れたのも皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。まあ今年については僕が社会人になったということで動画投稿がもうあんまできなかったんですけど、まあそれでも地道に続けてきたおかげで現在チャンネル登録者数が560人になりました。あの動画投稿についてなんですけど、撮影できる時間もなかったんで、まあ結果的に週に1本しか出せなかったり、まああのひどいようだったら週に出さなかったりみたいな感じになったんですけど、来年の1月からは週に2本ぐらいは動画出そうかなと考えております。で、それと皆さんにどうしても伝えなければいけないことがあって、それは何なのかというと、2級建築士の製図の結果発表です。まあ結論を言います。私ひろげ令和4年2級建築士製図試験に落ちました。はい、ダメでした。まあ、建築士の試験に詳しい方に聞いたんですけど、製図試験からの受験の方が合格率高いと言ってますので、まあ、来年の製図に向けて、来年の1月からその年の製図試験に向けて勉強したいと思います。あ、まあ、話逸れちゃうんですけど、まあ、5周年になって今の気持ちはどうなのかというと、やっぱちょっと僕、遅れちゃってるのかなって思ってて、結構僕の周りの YouTuber さんって、大抵みんな辞めてるんですよね。まあ、例えば、まあ、その、仕事忙しかったりとか、まあ、動画投稿続けられなかった人もいると思うんですけど、まあ、僕については、やっぱ動画は、まあ、ちょっと、まあ、いや、止まってもいいから、とりあえず動画は出そうって決めたんで、まあ、なんかそれ考えたらちょっと周りにいる YouTuber さんたちが、まあ、辞めちゃうっていう話聞いて、まあ、ちょっと寂しいなって思いました。ちなみに僕が知ってる周りの YouTuber さんで続けている人って言ったらせいぜいまあ 2,3 人ぐらいなので、まあ、ちょっと寂しいかなって思うんですけど、まあ、YouTube で動画出したり、レゴでオリジナルの変形型レゴロボ作るのがすごい好きなので、まあ、これについては、まあ、仕事とか資格試験の都合でまあ休んじゃう時もあるんですけど、やっぱそれでも僕は続けていきたいと思っております。はい、最後になりますが、いつも私の動画を見てくれてありがとうございます。投稿頻度はちょっと減ったんですけど、来年からは時間をうまく使って動画を作りたいと思います。まあ恒例なんですけど、僕の自分への誕生日プレゼントや2022年を振り返ってという動画はまた近日中に公開したいと思います。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。